はい、ソアラウト76続きやっていきたいと思います。本日は9月1日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティチェックしていきましょう。はい、無料のランチボックスということでね、本日もよろしくお願いします。はい、ポキってチェックしていきましょう。はい、そんな感じで、ワークショップまたキャンプに床、壁、天井を作る5、デイリーチャレンジグラムミートクックを完了する、クリーチャーを倒す12、スプリング含むジャンク解体する5、デイリーオプス1、マイアラクの V2、重傷を負わせる2、生前の食料を集める5、野生の植物と菌類で料理を作る、はい、みたいです。とりあえずどっかパーティー入れていただいて行きましょう。よし、心が通い合ってるのを感じる。ですね、野生の植物と菌類で料理を作るね。厳しい世の中だけど、心まで曇らせ、これでも速攻達成できそうじゃない。ちょっと作ってみましょう。グラムミートクック発生したな。もうミートクックも行かなきゃいけないから、まあそうね、とりあえずキャンプに床、壁、また天井作る5、これ一気にちょっと終わらせていきます。はい、終わりました。じゃあミートクック会場に向かいましょう。さてね、早速2つ終わって、あとさ、前回パート1個をね、ちょっとファーストの方でマイアラーク借りに行ったりとかしたし、はい、会場着きましたけど、したんだけど、結局さ、あれが取れなかった。生前の食料がなかなか取れなくて、ですわ、みたいな。ミートウィーク。お？はいはいはい。はい、そんな感じでクリーチャー倒す、これでも達成できるんだ。よしよしよし、終わらしていきましょう。 OK、 生前の食料ねえか。いたいた、ウサギ。まあもうみんな回収しちゃってんのか。まあだからその数は決まってないからね。で、一定数達成すれば、この中に納品すればね。いいわけですから。おし、スナップテールあるんだ。はい。ミートクック完了。一応報酬見てみようか。はい、いや持ってないやつばっかだな。一応この辺買っとこう。はい、まあまあそんな感じ。はい、
お疲れさんでした。じゃあちょっとパワーアーマー乗っていきますか。マイヤーラークから行きたいと思います。じゃあオハイオのね、川沿いのとこ行きましょう。はい、到着しましたけど、音は聞こえる？あ、一応いるね。オッケーオッケー。マイヤーラークの部位に重傷を負わせる達成ですね。で、これでマイヤーラーク倒す30も達成になります。はい、そんな感じ。で、あと、クリーチャーを倒すが1足りない感じで。あ、達成したか。お、なんかおばちゃん手に入ったね。ドライブ。食料もさ、食料欲しいんだよな。なかなか食料が手に入んないよな。はい。ちょっとブラックアイに。完全に綺麗になってくれないのよ。マイヤラーク関連のものなら。そうそうそう、買い取ってくれるんだよね。マイヤラークの卵は、それはよかった。あ、全部処分しちゃったか。はい、あ、まあ、そんな感じでやっていきましょう。じゃあ次は、ね、スプリングを含むジャンクを解体する、政治の食料を集める。まあ、大変だな。あと、デイリーオプス1達成すれば、いい感じよな。まあ、デイリーオプスにちょっと出発しましょうか。ね。まあ、そんな感じで、ちょっとデイリーオプス作成したいと思います。だもんで、ヌガワールドオンツアーでちょっと待機してね、整理整頓して、出発しましょう。それまでカットしますね。はい。はい、本日は死亡時にポイズンハザード。パーセプション大幅に上がるということでね。まあ、そんな感じでやっていきましょう。アップリンクバローズ。終わらせていきたいと思います。スカウトのバナー。よろしくお願いします。はい、お疲れさんでした。デイリーオプス終わりました。結局なんか最初に入ってきてくれた人どっか行ったけどね、結局2人になっちゃった。はい、じゃあ帰りましょう。うおっと、ギリギリだわ。8分でエルダーの報酬がなくなっちゃうけど、8分以内っていうことでね、達成できました。やっぱさ、カウントアップするときに、かける2だからね、だいぶ時間かかったね。お疲れさんでした。じゃあ、戻りましょう。はい、戻ってきました。先ほど入手した、やつ処分して、一応 PA 抜いて、あと残すは、そう、スプリングを含むジャンク解体する、生前の食料を集める5。これが結構鬼門だなというのも、まあ、なんか買えばいけるんじゃね？ジャンク。タイプライター系。いや、これ達成したか。達成したっぽいね。多分いけたね。達成してね。じゃあちょっとスプリング含むジャンク、あと生前の食料5。これをちょっとどっか回収しに行きたいと思います。ちょっと時間かかるんで、その辺はカットして一気に終わらせていきたいと思います。はい。スプリングを含むジャンクを解体する5達成ですね。
あとは食料が4つ必要です。もうちょっとカットします。はい、生鮮の食料を集める終了になります。あと2つで、ウィークリーの方も終わる感じだな。はい、まあそんな感じで今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあこの後も継続して、生鮮の食料のやつをね、集めて、ウィークリーの方を終わらせていきたいと思います。よろしくお願いします。